はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。まったりとした日曜日の午後が始まりましたね。今12時35分ぐらいです。日照ってへんけどね、雨もやんだんちゃいますの。まあそもそも降ってへんかったか。今朝ね、あんまり降ってなかった。涼しいですよ。ちょうどええわーという感じですね。ちょっとまったり度は足りませんけどね。こう薄日がさしてふわわーとなったらこうまったりになるんですけど。もう私はね、あの 350×2 やりましたからね、体内的にはまったりしてるんですよ。体内的にはまったりしてるんですけど、まあ気候がね、まあ知らないか、贅沢言うてられんよ、ほんまに。さて、時事.com 見てますとね、こんなんございます。6月14日あ7時30分ですか、今朝ですね。都知事選、いざ論戦へ、小池氏に複数の新人挑む。で最初の方だけ読みますね。東京都知事選は18日の告知を前に構図がようやく固まってきた。小池百合子知事が12日、再選出馬を表明。これに対し、立憲民主共産社民3党が支援する宇都宮健治元日弁連会長、73。日本維新の会が推薦する小野、なんて読むでしょう、これね、小野泰輔ですかね、泰輔元熊本県知事、46らが挑む。新人西は13日、早くも街頭演説に立った。7月5日の投開票に向け、小池都政への評価や新型コロナウイルスの対応をめぐり論戦が今後本格化すると、まあ、ごやごやごや書いてあります。最後の方にこうなりますね。都知事選には他に NHK から国民を守る党の立花隆党首52らが立候補を予定。令和新選組の山本太郎代表45は出馬の可能性を50%だと話している。これだけ読んでたらね、おらへんやん、あらへんやん、おらへんやん。ホリエモン僕別にホリエモンのファンちゃうんですよ、別に。あの人がね、何やったかな、あのライブドアの社長をやったはってね、あのテレビに出て、広島選挙区ですかね、衆議院からであって、亀井静香さんを追い落としにかかって、あれ見ててね、このおっさんもなぁと思って。あれはちょうどね、あれってね、要はライブドアが目立ってですね、株価をですね維持するためにですね、ホリエモンは乗る質を高めようということで、まあ、いろんなことやってはったうちの一つやなという気がしますよね。あれ確かあれでしょう、小泉チルドレンが出てきた選挙で自民党公認ちゃいました、ホリエモンさん。で亀井静香を追い落としに行ったと、郵政で離反したでしたかね、亀井静香さん。もう今あれですね、自民党でも何でもなくなって、国民新党とか作って何か言ってましたけど、今も議員さんでもないですよね。どっかの週刊誌に連載持っててね、面白いですよ。まあそれはいいんですけど、なんで堀もおらへん。いや、堀江門がね、都知事選挙に出るって聞いてたから、むっちゃ楽しみしてたんですけど、この時事のニュースにも乗らんくらい泡沫なんですかね。N 国の立花さんよりも泡沫なんですかね。もうちょっと行くんちゃうの、令和新選組の山本太郎さんより泡沫なんですかね。なんかでも、本出したはったと思うんですよ。なんか東京都知事になったらなんやかんやという。なんか、その広告見た覚えがあるんですよ。うわ、堀江門出るんやと思って。何度も言いますけど、別にもう堀江門ファンちゃいますよ。ファンちゃいますけど、面白いよって。言うてることは面白いですからね。で、割合まっとうやなと思って。別荘から出てきはってね、出てきはった後はただの六本木の社長という名前で、いろんなところでいろんなことやってはるでしょ。で、私のね、近しい人にね、堀江門のファンがいるんですよ、むちゃくちゃのファンが。で、その人に一生懸命堀江門のそのツイッターに絡めって言われたんですけど、別にそこそこそこ、ええわ、と思って。そこまで好きちゃうというか、おもろいなと思ってますけど、別に僕人に絡むの嫌いなんですよ。
誰かにちょっかい出すの全然嫌いなんですよ。どうでもええやんっていう、そんな絡むほどの人いいもんっていうか、関係ないもん、そんな人関係ないんだもん。もう私は自分でやってるからね、ほんまに。で誰かが絡んできたらね、お相手 しようかなという時はしますけど、まあ、大体は大体 99.9% は無視ですね。無視というかスルーですね。どうでもええやんっていう話で、申し訳ないけどみたいな。まあですんでね、非常にあれ私はどうでもいいんですけど、ホリエモンが出てこない、もし仮に出てけへんかったら僕誰に入れんのみたいな。令和新選組の山本太郎とかって、まあ、ものすごい目立っててですね、いわゆる革新勢力の中の、まあ、上り竜みたいな感じになってますけど、演説うまいらしいですね。むちゃくちゃうまいらしいですね。ただこの方なんていうか、演説はうまくてもいわゆるインテリジェンスないですね、見てる限りにおいて、でまあ、で方向性もよろしくないし、で N 国に至ってはですね、ただ N 国 NHK から国民を守るって言うてるだけで、なんかやってはることはなんとなく面白いというか、別に大きな間違いではないと思うんですけど、かといってわーっと言う気にもなれへん感じでしょ。で宇都宮健二さんっていう人はですね、弁護士で有名な、あれなんですよね、サラ金地獄から人を救い出してた弁護士さんで、いわゆるまあリベラルというか、どっちかというとこうコミュニストに近いような感じの方でですね、ただもう旬は過ぎてるわけですよ、73かなんかなって。若い時えらい活躍された、だから弁護士会の会長にもなったわけですけども、弁護士会の会長ってなんでそんなになりたいのって聞いたら、勲章もらえるんですって。勲章もらえる、園遊会に出られるんですね。まああれですよね、放送の中ではですね、弁護士、検察、裁判ってこうなって、まあこっちの一番の長ですからね、日本弁護士会の会長って、まだ名誉職みたいなもんらしいですけどね、まあ東京都知事何回か出てはりますよね。でもまあこんなん、もう小池さんに勝てそうな人誰もおらへん。小池さんのね、4分の1も取れそうな人いませんよね、一人もね。4分の1取れるとしたら、ああ、もう一人いた。ごめんね。ごめんね。この方ですね。熊本県、元熊本県副知事、46歳の小野さん。名前の読み方わかりませんけど。誰か言うてましたね。榊は漢字に弱いって。強くはありませんよ、別に。強くはありませんけど、東洋漢字ぐらいでも読みますけどね。人の名前分からへんやん、ほんまに。はっきり言うて。安助って読むんですか、安助っていうのはよう分からんのよ。まあ、なんでもいいけど、まあ、人の名前ってね、こう、なんとか、広安とかね、広なんとかとかね、もうメジャーな名前ってね、幾通りも漢字あるでしょ。あれね、めんどくさいですね、日本語というのはね。どうでもいい話ですけど、この維新が推してる人もですね、維新が推してる限りにおいて泡沫ではないんですけど、むち小池さんに勝てそうな感じは全くしないですね。東京都に維新の票がどんだけあるんやというのを出してくるような、そういう方ですね。今後そんなブームが起こるとも思えないし、ということは無風やん。無風やんこれ。おもろないわ。しかもね、小池さんが当選するわけでしょ。まあね、どうでしょうね。もうこうなったらもう楽しみは選挙候補だけやんって。回路代って出てくるのみたいな。それもつまらん話でしょ、ほんまに。でも街歩いてるとね、こう都知事の選挙のこうポスター貼る板あるでしょう。あれ20何番まであるんですよ。あれ事前にね、ある程度選挙管理委員会にこう相談してる人がいるから、こんだけの出るんやろなってなってるわけですね。20何人で当選するの1人でしょう。
ほんでこの維新の人とかね、宇都宮さんとかはある程度の票は行くでしょうから、供託金取られへんかもわからんけど、供託金取られる人どうするんでしょうね。いくらですか、供託金300万ぐらいですかね。それでも出たいんやみたいな、へえと。あーでも面白いな、ホリエモン出てほしいな。ホリエモン出へんかったら入れる人おらへんやん。マック赤坂も出ないんでしょ。やっぱマック赤坂に入れてもいいなと思う。今まで入れたことなかったと思いますけどね、私はね、まあということでね、もしかしたらね、都知事全然面白ないな、都知事選挙全然面白ないなという愚痴の話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。